ブギウギ第116回あらすじ。犯人が捕まってから愛子は3日間も学校を休んでいました。鈴子はがいくら愛子に学校に行くようにと言っても、愛子は友達になった一がいなければ学校には行きたくないというのです。困った鈴子は浅里に相談。マリの言葉に背中を押され、鈴子は高橋にあるお願いをしに行くのでした。そしてある日、高橋が一を鈴子の自宅に連れてきました。一に対し、約束の日に公園に行けなかったことを謝る愛子の姿を見たことで、鈴子は愛子がただわがままで外に行きたがったわけではなく、一との約束を守りたかったのだということを理解するとともに、一に本を手渡す愛子を見たことで、愛子が優しい子に育っていることを確信します。夕食後、鈴子は愛子に対し、愛子に A 子に育ってほしいと思っていたけど、愛子は優しい子に育ってるわ、愛子わての子でいてくれてほんまにありがとう、大好きやで、と告げると、愛子から鈴子は一を連れてきてくれたお礼を告げられ、二人は心を通わせるのでした。第116話は鈴子ちゃんと愛子ちゃんの仲直りが見どころになりそうです。ずっと愛子ちゃんとの関係がうまくいかず、母親として思い悩む日々を過ごしていた鈴子ちゃん。高橋デカが一肌脱いで、親子の絆がぐっと強まる胸熱な展開に、朝ドラファンたちが号泣する回になるかもしれません。特に、いっくんとの出会いをきっかけに、鈴子ちゃんが愛子ちゃんの成長を目の当たりにする場面が楽しみです。大切な友達との約束を果たせなかったことは、愛子ちゃんの胸に小さなトゲのように刺さったままだったのかもしれません。それがすっかり取れるおかげで、母も娘も素直に向き合えるようになるのかも。また、近くで見守ってきた家政婦の大野さんが、ここで温かなセリフを言ってくれるとぐっと、物語に深みが出そうですをマネージャー、たけし君も同じ場面にいたら、なぜか一番感動して号泣しちゃいそうですね。普段から、鈴子ちゃんと愛子ちゃんを支える大野さん&たけし君コンビの絶妙なアシストが加わって神シーン爆誕となってほしい以上、ブギウギ24週116話のネタバレあらすじ予告でした。